寄せ合う通り雨ああ恨みで濡れるのか愛えば切ない別れが辛い忍び合う恋涙もいい皆様こんにちは八代亜紀です。今日はお忙しいところようこそおいでくださいました。最後まで一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。あ、すいません。私が愛している限り私がおそばにいる限り愛することしかできないわできない私、女みんな港町どうしてこんなに夜明けが早いのさそれじゃさよならと海猫みたいに男がつぶやいたねえあなたしっかり抱いててよ私一人が嵐の中に押し流されてしまいそう、はい、ちょっとまだマラソンメドレー運動不足だから大変疲れんだもんねやめてやめて辛いんだってばやめてやめてやめて辛いのよ疲れちゃう頑張って負けないで頑張って負けないで家にかけたら投げ出すか頑張って負けないで家にかけたら投げ出すか汗を出しても箱を出すなわかりました頑張らなきゃああ女女女定めの夜の化粧に涙を隠しあれば黒もの短い暮らしを懐かしみ水をあげてる私ですまだまだやるのやりかけたら投げ出すな投げ出すな汗を出しても反応出すなはいはいわかりましたわわわわわわわ男と言いながら今日も来ました港町波の向こうはまた波ばかりの片思いさよならも聞こえない重足の移り気なお白髪もう一度会いたいああ終わった。
もう大丈夫です。はい、今日はようこそおいでくださいましたね。もう大丈夫です。こう見えても心臓は強い方なんです。あら、あっちの方の心臓じゃないんですよ。そうでも私はね、歌に関してですとね、心臓強い方かもしれません。だってね、いろんな可能性を秘めた歌ならばどんな歌でも挑戦してみようっていう気になるんです。あ、今日はですね、ちょうどいい機会だから皆様と LP を作ってみたいと思うんですね。 LP と言いましても、今までね、私が LP に入ってる曲っていうのは大体もう外しまして、あんまり入ってない曲を選びました。で、なおかついい歌でないといけないでしょ。でね、無名な歌なんですけどもね、男心を歌った素晴らしい歌が見つかったんです。でもこの歌は椅子があるとすごくかっこ取れるんです。こう腰掛けてなんとなくこうやってね。で、ほら、今オープニングであっち走ってこっち走ってちょっと疲れたでしょ。で、椅子がいるのね。ちょっと疲れたし、椅子、あ、椅子がいる。あら、すいません、催促したみたいどうもすいませんね、本当に優しいのね。それではこんな感じね。男のポケット場所だ。古びたベンチの木漏れ日だけが今の俺の友達だ。捨てて行くなら手紙を書くな、微笑みなんか残すなよ。汚れた靴など揃えるな、別れにこだわり残すなよ。男のポケットって女性からしてみれば、あの中にはどんな秘密が隠されてるんだろうかってちょっと興味がありますね。男のポケットは女に言えない隠れ場所。お前に何にもしてやれなくて今は後悔しているよ。なくした愛など愛しくなるほど優しい言葉かけるなよ。俺のことなど気にするな、いい人見つけて生きてくれ。男のポケットと言いまして、銀座の弾き語りの方が作られたんだそうです。そしていつの間にか歌い継がれて、夜の盛り場ではヒットになったわけです。こうやって埋もれた曲を探して歌うっていうのもとっても楽しいものですね。そこでもう一つ、これは日本ではあまり歌われてないんですけど、韓国の方では一番のスタンダードナンバーだそうです。なんか韓国メロディーと日本の演歌って似てますね。モッポの涙。
夕日が静かに沈む頃、ハートには言えない切ない定め、船が遠くへもぼえ去る。スケールの大きいの行ってみたいと思います。その前に、今日もいろいろと応援をしてくださるお客様を紹介したいと思います。どうぞ拍手でお願いいたします。木村義男さんです。はいどうもよろしくお願いいたします。どうぞよろしく。はい、ね、同じブルーで、うん、ね、じゃあよろしいですか。お、直し、はい、 OK、 はい、それでは新しいアレンジで石狩挽歌。山椒が騒ぐ雪に
た番屋の隅で私はよどし飯を炊く。ごめんが泣くから西が来ると赤い突っぽのやんしょが騒ぐ。雪に埋もれた番屋の隅で私は夜通し飯を炊く。あれから西はどこへ行ったやら破れた網は問い差し網か。今じゃ浜辺でおんぼろろおんぼろぼろろ沖を通るはかさ止まる。私は涙で西曇りの空を見る。赤とカモメに問えば私は立つ鳥波に聞けちょい。やさええんやさあのどかいしょはどっこいしょどっこいしょ。アサリの浜に海は銀色西の色よ。ソーラン節に頬染めながら私は大漁の網を引く。あれから西はどこへ行ったやら先の西の天も今じゃ錆びれて。おんぼろろおんぼろぼろろ変わらぬものは古代文字。私は涙で娘盛りの
9月のとある木曜日に雨が降りまして、こんな日に素敵な彼が現れないかと思ったところへあなたが雨宿り。すいませんねと笑うあなたの横顔とても凛々しくて、前歯から右に4本目に虫歯がありまして、仕方がないので買ったばかりのスヌーピーのハンカチ貸してあげたけど、傘の方が良かったかしら。でも爽やかさがとても素敵だったので、そこは苦しい時だけの神頼み。もしも、もしもできることでしたれば、あの人にもう一度会わせてちょうだいませませ。ところが実に偶然というものは恐ろしいもので、今年の初詣に私も晴れ着の裾踏んづけて、あ、これまたすいませんねと笑う口元から虫歯がきらり、夢かと思ってほっぺつねたら痛かった。そんな馬鹿げた話今まで聞いたことがないと、ママも兄貴も死ぬほどに笑い転げるやつらでして、それでも突然口紅などつけたものだから、お前大丈夫かとおでこに手を当てた。本当なら連れてきてみろというリクエストにお答えして、5月のとある水曜日に彼を呼びまして、自信たっぷりに紹介したらば、彼の靴下に穴がぽかり、慌てて押さえたけどしっかり見られた。でも爽やかさがとても素敵と受けたので、彼が気を良くして急に、もしも、もしもできることでしたれば、この人をお嫁さんにちょうだいませませ。その後私気を失ってたからよくわからないけど、目が覚めたらそういう話がすっかり出来上がっていて、おめでとうって言われてもう一度気を失って、気がついたらあなたの腕に雨宿り。こうなるといいな。可愛い歌ですね。さだまさしさんの雨宿りでした。さてね、あと1曲で LP 片面も出来上がります。やっぱり私は演歌歌手ですからね、最後の締めはピシッと演歌でいきたいと思います。何がいいでしょう。他人船いきましょう。別れてくる
この黒髪の先までがあなたを愛しているものを引き離す引き離す。どうもありがとうございます。